はい、皆さんこんにちは、ピカです。北斗が如くやっていくよ。よし、そしたらやるべきことは左下、ジャギの情報を集めにカジノへ向かおう。はい、で能力解放、これに向けてまあ行きたいんだが、これなんだろう、まだ解放されねえの。まあできねえな、まだね、そしたらカジノに行きましょうか。何やってんの。ヘルメットの男見てないな。もっと、あ、ごめん。何をする。すまん。おい、待て。何よ。怒るなよ。先走るな、ケンシロウ。何をする。いやいや、お前だよ。おい、待て。まあまあカジノに行くか、普通に。どうした、飛行か。腹が痛い。お、これは。ありがとうございました。ここにいるつもりだ。ここだ。お前いつまでここにいるつもりだ。何がだ、今行く。どこにいるんだ。まあ情報集めなければいけねえんだな。俺だ。ようこそバカラのテーブルへ。1ゲームチップ100枚からになります。遊んでいかれますか。何を言ってるんだ。情報こいつじゃねえの。こいつかな。ケンシロウさん、いらっしゃいませ。ヘルメットをかぶった7つの傷の男について聞きたいんだが。ああ、あの男の話ですか。思い出したくもないのですが。そうですね、最初胸の傷を見て私はてっきりあなたがご来店したものだと思っていました。ですが負けが込んできて態度が悪くなってきたのでお声掛けしたんです。するとあっは、よく俺がケンシロウだと分かったなぁと急に上機嫌になりまして、あなたらしからぬ口調でケンシロウを語る男、よからぬ企みがあるのだろうと考え遠回しにご退店を促したんです。すると今度はショットガンを取り出して俺の名前をもう一度言ってみろと怒り出したんです。私は意を決してエデンの救世主ケンシロウ様と告げたところ、男は大変驚いたようでした。そしてあの男はこの町でそんなに過大評価されているのかと笑いながら店を出ていきました。ケン、ジャギという男は何が目的で町に来たんだ。俺にはさっぱりわからん。俺にもわからん。もう少し情報を集めよう。そうだな。なあ支配人、他にその男の情報を知らないか。私は知りません。ですが
バーもあの男の被害に遭ったようです。夜の営業なのでこの時間には誰もいないとは思いますが。そうか、ありがとう。ケン、ひとまず解散だ。俺は他の場所を当たってみるとしよう。夜になったらそのバーの前で落ち合おう。一旦部屋に戻って夜を待つといい。ああ、わかった。よし、そしたら夜まで待とう。ホトトギス。ああ、なんですか。さあ来い。この足が法律。おっほい。やべ。北斗、残骸剣。三秒後、貴様は死ぬ。三秒で食いてから死んだ。ラモン。北斗、八門九段。まあスキル解放の修行ってもしかしたらレベル上げのことかもしんないね。まあでもカサンドラ一遍行ってみっかな。トキね。なんだよ。俺か、俺を止めてんのか。死にたいやつか。あ、いえ、後ろから来た。やべ。優先。遅かった。俺はもう死んでいる。ゴール。ランク C だと宝の地図。楽しかったわ。どうしたんだ。エデンの住人、親方にこの辺りの倉庫から仕事道具を持ってこいって言われたんだけど見つからねえな。目つきが悪そうな連中もうろついているし、早く見つけて帰らねえと。頑張れ。俺は行く。こっちかな。あー、リン。元気か？こっちだ。いや、カサンドラ行ってみたいな。トキともう一戦ね、ちょっとね。おい。あ。こ
これは、これ貸せ。よし。お父さんとお出かけ楽しいな。そうか？ごめんな。最近あんまり遊んでやれなくて。今日は思いっきり遊ぼう。好きなところへ連れてってやるぞ。ほんと？嬉しいな。どこ行こうかな。いっぱい連れてってもらおうっと。欲張りだな。お父さんか。いいな。エデンでかくれんぼ？おい、はあ、いいな。どうかしたのか？え、うん、あそこの子が羨ましいなと思って。僕、お父さん死んじゃったんだ。優しくて大好きなお父さんだったんだけど、戦争で。そうか。もしお父さんが生きていたら、あんな風に僕と遊んでくれたのかな。そうしたらこんなに寂しくなくて済んだのかな。そう思ってたらなんだか悲しくなってきちゃって。母親や、友達はいないのか？お母さんはいるけど、僕のために仕事ばかりで忙しくて全然遊んでくれないんだ。友達はいたんだけど、いろいろあってみんな離れ離れになっちゃって、今はいないんだ。ねえお兄ちゃん、もしよかったら僕と遊んでくれないかな。俺が？うん、僕ずっとつまんなくて。お兄ちゃんが友達になって遊んでくれたら楽しいなって思って。俺はそんなキャラクターじゃないんだ、ボス。ダメかな。わかった、いいだろう。ほんとやった、ありがとうお兄ちゃん。僕嬉しいよ。僕、名前はミナトって言うんだ。お兄ちゃんは？ケンシロウだ。じゃあケン兄ちゃんだね。よろしくね。だが、遊ぶと言っても何をするんだ？飛行ごっこか？飛行ごっこ？何それ？僕、かくれんぼがやりたいな。かくれんぼ？だってエデンってごちゃごちゃしてて隠れられそうなところがいっぱいあるんだもん。昔いた集落だと何もなくてかくれんぼできなかったから、僕ずっとやりたいと思ってたんだ。そうか。じゃあかくれんぼで決定ね。遊ぶ順番できたら、準備できたら僕に声をかけてね。できた。あ、ケン兄ちゃん、早くかくれんぼしようよ。
ああ、いいぞ。やったー。じゃあ僕が隠れるね。てめえは鬼ね。わかった。ふふ、僕検問所の方にいい場所を見つけたんだよね。おっと、行っちゃうとこだった。危ない危ない。じゃあ見つけに来てね。かわいいやっちゃ。はい、お前はもうちょっと勉強した方がいいぞ。検問所はどこでちゅか。迷子になりました。すみません。検問所はどこだ。検問だから前か。門か。え、ここか。なんだこれ。ここか。あ、こう行けばいいのか。でもあいつあっち行ったぞ。じゃあな。おい、ミント、ミント、ミントだっけ。テントテント違うな。おい、何とだっけ。おらん、ここにいない。ならば検問所に向かうか。検問所に向かうかって言って、あごに向かうか。ああ、よけ、かくれんぼの最中なんばかり。死のかくれんぼをしたいようだな。死のかくれんぼをせんか。よけや。ああ、気持ちいい。バス。死ね。くらえ。終わりだ。北斗、決死そう。なに、狂っちまってるよ。どこだ、坊主はどこだ。坊主が屏風に乗せ。大丈夫ですか。うんこが。何を言ってるんですか。元気のないモヒカン。だ、元気出してくださいよ。本当に。ああ、殴られた背中がクソ痛い。やっぱり防具なしってのはきついな。ジャンク街のジャンク屋あたりで防具の一つでも買っとかねえと命がいくつあっても足りねえな。おい、防具欲しいのか。わからん。あー、ここにでけえのいる。逃げるんだ。死にあがいて楽しませてくれよ。口で言ってもわからん。口で言ってもわからんよと。よけろ。このね、ポイント切り替えわかんねえから。
あとお前だ。あ、お前か。無駄なあがきはやめろ。即刻骸骨剣。こっちか。よいてくれ、よいてくれ。何？なんだあいつ、なんだ、なんかマップ今おかしかったぜ。来るべ。おい、どこ回る、どこ向いてんの。まずまずすっか。へへへ。どうだ、一杯やらねえか。おお。あっちか。おい坊主。ああ、おい、レイ、坊主知らねえか。ここじゃねえよだ。ちょっと固まっちまってる。坊主はどこだ。お俺の兄ちゃんを探すのに忙しいんだけど、あいつ見つからないように。こっち来てる、こっち来てる。わしとやり合おうというのか。口で言う。トンテン。おい、ちょっと検問所どこだよ。これかな。診療所。検問所前。じゃあここだね、やっぱね。うん。くっそ、そこまでワープだ。面白いな。よけ。あ、ごめんなさい。カマキリか。死にたいやつからか。修正いたします。なんでそっち行くの。永久干し肉いただこう。
すまん、坊主見なかったが。ダメだ。検問所前だろ。検問所前でいいのか。検問所って言ってたよね。じゃあここは違うのかな。ここら辺かな。あいつ、え、あんたあれ、闇商人か。お前何持ってんだよ。はあ、まあいいよ。坊主、どうだ。俺はヘルメット野郎を探さないといけねえんだ、坊主。ほんといい加減出てこいよ、坊主。ねえ。得意技のブチギレ実況になるからね、坊主。検問所前ってどこに対して前なのかな、これね。ここ検問所前だけど、これどこに対して前なの。検問所ってどこよ。まあ普通ここ検問ってこう門の方だよね。ほんと坊主いねえな。どこ行ったのあいつ。ここどこなの。ここ検問所なの。こっちか。ここ違うよな。あのおばさん、坊主 見ませんでしたか。ちょっと、いや、ふう、ん、え、いや、はい、うちの前で待つってことですか。やべえ。まあ、あの坊主と遊んでやりたかったが、こりゃちょっと見っからんな。うん、こいつに聞けばわかると思ったが、こいつ知ってっかな。え、上の方から子供の声がしたんだよな。ここなら見つからないとか言ってたよな。この門の上登れるんですよ。ご存知でしたか。どう登るんですか。まあ私の北斗神拳なら一飛びですが。ここか。おい、先ほど子供が楽しそうに上がってきましたよ。あー、内緒だよって言われたんでだっけ。
城門の上に上がりますか。こちらへどうぞ。お気をつけて。R さんを押し込むと主観視点モードになる。主観視点モードで港を探しましょう。なんだ、ちょ待って、秒数決まってるぞ。上か、この上だろ。いた、見つけたぞ。あ、見つかっちゃったか。さすがケン兄ちゃん、大人ってすごいな。楽しめたか？うん、隠れている間すごいドキドキしたよ。ありがとうケン兄ちゃん、これ僕からのお礼だよ。おい、お前こんなもんいいのか、俺にこれって。どこで取ってきたんだお前。オッケー、よし、じゃあ行くか。あら、港どこ行ったんだ。おい、入れてくれ。よし、そしたら、レイのとこに、初期。あんたは？エデン治安委員会の初期の者です。お願いです。助けてください。何があった？実はうちの委員会のメンバーが野党に襲われて、委員長が話し合いで解決するんだと言って一人で助けに行ってしまったんです。これね、あの鬱陶しい委員長いるんだよな。こう皆さんに お届けしたことあったかな、個人的にやったかな。まあこうやるか。でも相手はかなりの人数いるようですし、正直話が通じるとも思いません。私、委員長が心配でお願いです。委員長を助けてください。委員長はどこにいるんだ？コロセウムの近くの駐車場だと聞いています。お願いします、ケンシロウさん。コロセウム近くの駐車場へ向かうか。わかった。忙しいこっちゃ。コロセウムはどこだ？ここだろう？ここだろう？はいはい。お店通りを抜けてった。何？どうした？みんなとか？どうした？女の子？いたった。次から次へと。大丈夫か？うん、大丈夫。ごめんなさい。いえ、気にするな。おい、だから言っただろなんでその、手羽先みたいような歩き方するんですか？ちゃんと前を見ないと誰かにぶつかるって。え？なんですか？ごめんなさい。そいつ、俺の妹なんです。飛行だけは勘弁してください。決して悪い子じゃないんです。
これから気をつけるようにきつく言っときますから、お兄ちゃん、この人怖い人じゃないよ。お前は黙ってろ。今俺が謝ってるんだから。安心しろ、そいつはその程度のことで怒るような男ではない。おう、レイ。あ、レイさんだ。え？レイさん？この人と知り合いなの？ああ、お礼は言ったか？彼はケンシロウと言って俺の友達だ。うん。しかし今回はケンだからよかったものの、他のやつでは危険な場合もある。今後は気をつけるんだぞ。はい。ケンさん、本当にごめんなさい。あ、そうだ、よかったら俺たちのお店に来てよ。お詫びになるかわからないけど、おやさんにサービスするよう頼んでおくからさ。うちのお店はジャンク街の裏通りだよ。今度寄らせてもらおう。約束だよ。とそろそろ行かないと。じゃあまたね、ケンさん、レイさん。またな。いやいや、お店の名前を言っていきなさい。あの子たちは知り合いなのか？うん、まあ顔見知りといったところか。あいつらが居候している店をよく利用していてな。居候？ああ、そこの店主が両親を亡くして行き場を亡くしていたあいつらを引き取って世話しているんだ。両親は商人だったが、エデンの外で何者かに殺されたらしい。未だに誰の仕業かわからないそうだ。幼くして両親を失った悲しみは俺には計り知れん。いや、知り合いか？さっき言ったあいつらの世話をしている店主だ。どうしてここに？あの子たちからレイさんがここにいるって聞いたからよ。ちょっと伝えたいことがあってな。ん？伝えたいこと？実はさっき二人の両親の知り合いっていう商人が来てよ、あの子たちを引き取りたいって言ってきたんだ。急な話だな。本当に知り合いなのか？ああ、そいつは間違いない。あの子たちもおじちゃんって呼んで懐いてたからな。うん、そうか。だがなぜ今更になって？エデンは長い間封鎖を続けてたろ。そのせいで引き取りに来れなかったらしい。それであいつらは納得しているのか？いや、あの子たちにはまだ引き取る話はしてないんだ。これからそのおじちゃんを交えて店の方で話す予定でさ。あんたはそれでいいのか？そりゃ寂しいけどよ。うちみたいな貧乏な店じゃ贅沢もさせてやれないし、あの子たちが幸せになれねえと思うんだ。俺はあの子たちを自分の子供みたいに思ってる。あの子たちには絶対に幸せになってほしいんだ。そうか。と悪い悪い、つい話し込んじまった。相手を待たせるわけにもいかねえし、俺は行くぜ。じゃあな。近いうち店に顔を出さないとな。さて、俺もそろそろ行くとしよう。ではな、ケン。
あの子たちが手伝っている店はジャンク街通りにあると言ってたな。幸せの定義。ああ、俺誰を追いかけてったんだっけ。ああ、まあ例の方行こうと思ってたんだな。そしたらぶつかってきたんだ。ジャンク街行くか。なんか気になるね。ここかな。ここか。あっちか。びっくりマーク出てるね。待ってやるよ。わしとやり合おうというのか。悪党に投票を得た。誰撃ったの？あいつかよ。あんなやついたか。なんでそっち行くの？あ、やべ。北斗、残骸剣。早かった。占領軍、貴様は死ぬ。ああ、日進空派防御しながら丸ボタンだったね。難しいね。あれ天守だ。誰かあの子たちを。大丈夫か。あんた俺のことはいいんだ。頼む、あの子たちを助けてくれ。何があった？あの子たちに例のおじちゃんが引き取るって話をしたんだが、嫌がっちまって。俺がいくら説得したって聞く耳を持たなかった。そしたら例のおじちゃんが豹変してよ、ヤバい連中を連れてきてあの子たちをさらっていったんだ。俺がいくら抵抗しても無駄だった。無理やり連れて行かれちまった。商人はどこへ行った？確かバザール西通りの方へ。ついさっきレイさんも来てくれてな。事情を一通り伝えたら刺身にしてやるって意気込んで言ったよ。わかった。どうしてあの子たちばかりこんな目に。こんな時代には救いの神様なんてのはいねえのかや。バザール西通りのあたりを探してみるか。マップだ。西通りここか。忙しいこっちゃ。ごめん、ゆいてください。あれ、港ちょっと待っとってくれ。おい。なんだてめえ。子供たちがここに連れてこられたはずだ。兄弟なんて知らねえっつうの。帰れや。え？おいバカ、お前喋ってるぞ。兄弟か。ここにいるのは間違いないようだな。
ててめえなぜわかった？どこからその情報を知り得てきやがったんだ？へへ、まあいいか。てめえはここでくたばるんだからよ。ああ、終わりよければすべてよしってな。何を言ってんだお前ら。何のことわざの時間だよ。ほらこっちを向いてんだ。いって、奥義の奥義タイムやろ今。おいおい、ダッセーなお前、こっち奥義ダッセー、ダッセー決定、ダッセーは本当け、奥義さえつかせてくれとれば。避けたところにかよ。以前もこういうのあったな。いやー本当にね、ポイントしてれば奥義は素直につけるんだが、まあいいわ。なんだ騒がしいな。く、死んでるし、これは一体どういうことだ。なぜ死んでるんだ。おい、お前が例の商人か。な、まさかあの二人を貴様一人で。なぜ兄弟をさらった。そんなもん決まってるだろうが、若い奴隷は高く売れるからだよ。お前はあの子らの両親の知り合いではなかったのか。はあ、知り合いだ。なぜ最後まで知ってるんだからな。なんせよ、あいつらが儲けたせいでこっちの商売は上がったりだった。俺がこんな奴隷商に手を染めたのもそのせいだ。だからあいつらが悪いんだよ。俺のせい、親のせいで破った損、被った損害を子供たちに償ってもらう、至って自然なことだろう。二人はどこだ。とっくに出荷済みだ。うちは出荷の速さが売りなんでな、お前インターネットよりも早いんだよ。今頃エデンを出て取引先に向かってるところだろうよ。その取引先とやらはどこにある。教えるわけないだろう。きっとあのガキどもは今頃はもう。そのガキどもってのはこの子たちのことか。ああ、何、なんでそいつらが。貴様の取引先とやらは俺が刺身にした。残る仕事はあと一つだ。ケン、こいつらにここから先は見せたくない。あとは任せていいか。ああ、
殺しておく。じゃあ店で待っているぞ。なあ頼む。水でもガソリンでもイディアルでも何でもやる。だからどうかどうか命だけは。そうやって命乞いをする人間を貴様は何人も手にかけてきたんだろう。行くぞ二人とも。うん。じゃあねおじちゃん。ちくしょうな身勝手クソ野郎が。覚悟はいいか。うるせえぶっ殺してやるよ。なかなかのかかと落としだ。痛い。待ってください、ちょっと待ってください。俺です。食わせてください。なかなかいい左だったぞ。その前にほんとステップするのやめてくんねえかな。おじゃる、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 片付いた。霊たちが待っている。あの店に戻ろう。どの店だ。ここが遠いな。お一つどうかね。よいてください。遊んでやるぜ。死にたいやつだ。完全量産派。頭蓋骨量産派。ビクトリー。ああ、ビクトリーってしまったぜ。ここだ。おい。よかった。本当によかった。お前たちが無事で本当によかった。ごめんね、おっちゃん。心配させちゃって。いや。何言ってんだ。俺の方こそすまなかった。結果的に危険な目に遭わせちまって。俺はお前らに幸せになってほしかったんだ。俺のとこで貧乏暮らししてても幸せになれねえ、そう思って。おっちゃん、俺たちは幸せだよ。だがうちは贅沢もできねえし。え？贅沢なら幸せなの？俺たちは考え方がピカと違うんだよ。贅沢じゃなくても幸せだよ。心が綺麗なんだよ。おっちゃんと一緒ならな。お前ら、これからもこいつらを幸せにしてやれよ。ああもちろんさ。もう二度とお前らを離したりしない。ずっとずっと一緒だ。やったー。
とりあえず PS5 買ってわーい、ほんとにおい、レイ、ヘルメット男はどうする？今回は世話になったな。これは礼だ。取っておいてくれ。レイからは礼はいらん。レイの肩パッド。ああ、これ強そう。贅沢じゃなくても幸せか。あいつらの将来が楽しみだ。そうだな。良い定義じゃ。よし、肩パッド。肩パッドをパッド装着。装備。達人の肩当てとどっちが強い？強えし。おーい、達人の方で50万したんだぞ。お前50万したんです。なんだこ、買わん方いいな装備ね。ミッションクリアしてったらこんな50万よりも強いやつもらえるじゃねえかこれ。あー、金くれ。すまん、君たち金を恵んでくれ。はい、それでは今回はここまでにしときます。素敵です。ではまた次回お会いしましょう。またね。